まあ、新しい70-200の F4 なんですけど、まあ、最初に持った時に、まあ、軽くてコンパクトなのがすごいいいなと思いました。軽くて、持ち運びが楽っていうのは非常にいいなと思いました。あとこのズームのこの幅がまあ割と短いので操作がパッとしやすいのは非常にいいなと思いました。スポーツ撮ってるとこう選手が競技終わった後にちょっと暗いところに引き込んでいったりとかっていうシーンがあるんですけど、まあ、そういうシーンを撮るときに、まあ、とっさにこのスイッチを、まあ、ちょっとオンにして撮影する、まあ、非常に暗いところでは有効だなと思いました。もう照明、ナイターの照明が非常に強い照明がまあ入ってくる中 で選手に向けてこう撮影しても、どの逆光のナイター照明に向けて撮影してもほぼ迷うこともなくて、まあ、それはちょっとびっくりしましたね。 AF の性能、逆光での AF の性能っていうのは非常に上がっているんだなというふうに感じました。まあ、その時のまあ照明をもうまともに画角の中に入れて撮影したんですけども、ゴーストのフレアがほぼ出なくて、まあ、非常に綺麗に撮影することができてました。70-200の F4 がついてると、まあ、割と何でもこなせるので、まあ、ちょっと寄った写真も撮れるし、例えば記録が出た時に看板と一緒に撮ったりするっていうシチュエーションがある場合に、まあ、70mm あればなんとかそれで撮れる。70-200が1本あると、まあ、何でもこなせる万能選手かなとは思いますね。うん、なかなか難しいですよね。さっと喋る、そうなんですよ、上手な方がいっぱいいますけど。